ネットワーク構築に欠かせないラントワン。おはようございます、マサルです。今回からネットワークについて勉強していきます。今回はラントワンについて一緒に勉強していきましょう。今回の問題はこちらです。 IT パスポート平成29年秋問い99。 PC やサーバー、通信機器、プリンターなどの間で通信を行う事例のうち、ワンを使う必要があるものだけを全て挙げたものはどれか。 A、サーバールーム内で PC とウェブサーバーを同一のハブに接続し、 PC からウェブサーバーに会社紹介のウェブページをアップロードする。 B、大学の校内欄のアクセスポイントにノート PC を接続し、同じ校内にあるウェブサーバーから講義資料をダウンロードする。 C、東京本社内の LAN に接続されているファイルサーバーに大阪支社の PC からアクセスし、ファイルをダウンロードする。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A、 C の東京本社内の LAN に接続されているファイルサーバーに大阪支社の PC からアクセスし、ファイルをダウンロードする。この事例のみ WAN を使う必要があります。それでは解説していきます。まずは結論から、 LAN とは家庭内、オフィス内、建物の中など比較的狭いネットワークのことを言います。 WAN とは通信事業者が管理している地理的に離れた広範囲に及ぶネットワークのことを言います。まずは LAN から詳しく説明していきます。 LAN とは具体的に例えると、皆さんの家、皆さんが働いている会社などのネットワークのことを言います。 LAN の特徴は LAN 内を自由に配線したり機器の設置ができることです。パソコンとプリンターを接続して LAN 内で完結することができますよね。つまり世界中には様々な LAN があることになります。例えばもう一つの LAN として仙台のオフィスがあるとします。距離的に離れた LAN と LAN で通信をしたい場合、一つの方法としてインターネットを使って通信をする方法があります。両方の LAN がインターネットに接続できていれば通信をすることが可能なのですが、取り扱うデータが機密情報の場合、インターネットを使って通信をすると悪意のある第三者によって盗聴されてしまう危険性があります。機密情報はできるだけ安全な方法でやり取りしたいですよね。その場合に利用するのが WAN です。 WAN とは通信事業者が管理している地理的に離れた広範囲に及ぶネットワークのことを言います。通信事業者とは NTT や KDDI やソフトバンクなどのことです。WAN内の通信は通信事業者によって管理されており、インターネットを使って通信するよりも高い安全性が期待できます。 WAN サービスを使って情報のやり取りを行うことで、 LAN と LAN の間で安全安心な通信をすることができます。まずは LAN と WAN の違いについてお話ししました。今回の問題では LAN と WAN 以外にもネットワークに関わる用語がいくつか出てきました。押さえておきたいネットワークの用語も一緒に勉強しておきましょう。まずはサーバー。サーバーというのはクライアントのリクエストに応じてデータやサービスを提供してくれる機器やソフトウェアのことを言います。 YouTube で例えると、私たちがクライアントとして YouTube のサーバーに動画のリクエストを送ります。リクエストを受け取った YouTube のサーバーが動画のデータを提供してくれています。これらのサーバーは大切な情報を取り扱うことが多く、サーバールームと言われる部屋で管理されていることが多いです。次はハブ。ハブはネットワークの中継機です。スイッチングハブと言われる場合もあります。たくさんの機器で通信したい場合にはハブに接続して相互通信ができるようにします。最後はアクセスポイント。アクセスポイントは無線接続するための機械です。フリー Wi-Fi を提供している喫茶店の天井などを見るとこのような機械があると思います。これがアクセスポイントです。この機械に無線接続をしてアクセスポイントを経由してインターネットを利用することができます。それでは問題を見直します。 PC やサーバー、通信機器、プリンターなどの間で通信を行う事例のうち、 WAN を使う必要があるものだけを全て挙げたものはどれか。正解は C、 東京本社内の LAN に接続されているファイルサーバーに大阪支社の PC からアクセスし、ファイルをダウンロードする。 C の事例が正解です。 A と B は地理的に離れていません。 C の選択肢のみ、東京と大阪で地理的に離れているので WAN を利用します。ではもう一問別の問題に挑戦してください。 IT パスポート平成30年秋問い91。 WAN の説明として最も適切なものはどれか。
正解は、う、通信事業者のネットワークサービスなどを利用して、本社と支社のような地理的に離れた拠点間を結ぶネットワークのこと。こちらが1の説明として最も適切です。答えは簡単に分かったと思います。間違い選択肢の中に覚えておきたいことを説明している選択肢があります。それがあの選択肢、インターネットを利用した仮想的な私的ネットワークのこと。こちらは VPN を説明しています。 VPN はとても大切な技術なので、ここでは簡単に VPN についても学習しておきましょう。動画の冒頭、本社と社間の通信でインターネットを利用すると機密情報が第三者に盗まれてしまう可能性があるとお伝えしました。その対策として、通信事業者が管理しているワンサービスを利用する方法の他に、VPN を利用するという選択肢もあります。 VPN はインターネットを利用した仮想的な私的ネットワークと説明されていますが、ちょっと難しい表現ですよね。 VPN の一例を見てみましょう。 VPN を利用する場合は、本社と支社でそれぞれ VPN を利用するための機械を設置します。 VPN の機器はデータを安全に届けるために、データに対して暗号化を行います。暗号化のイメージが難しい方は、送りたいデータを宝箱に入れて鍵をかけるイメージをしてください。本社から支社に VPN を使ってデータを送った場合、支社の VPN 機器は鍵を使って宝箱の中からデータを取り出してデータを受け取ることができます。もしインターネットの中で第三者に情報を盗まれてしまっても、データは宝箱の中に入っており、第三者は鍵を持っていないので宝箱を開けることはできません。よって盗聴される心配がありません。このように VPN を使うと、普通にインターネットを使って通信するよりも安全な通信をすることができます。VPN を使うことで、あたかも1対1の専用の通信ができているようなネットワークを作ることができるので、VPN は仮想的な私的ネットワークと表現されたりすることがあります。それではもう一度問題を見直しましょう。1の説明として最も適切なものはどれか。正解の選択肢はうです。それ以外にもあの選択肢、インターネットを利用した仮想的な私的ネットワークのこと。こちらは VPN を説明しているので、VPN という言葉もわかるようにしておきましょう。ここで一休みエピソードトークです。今回は LAN や WAN の話をしましたが、インターネットを使えば地球の裏側の LAN とも通信することができます。よくよく考えたらすごいことですよね。どうしてそのような通信ができているのかというと、大量の海底ケーブルが大陸間で接続されているからです。世界の海底ケーブルの敷設状況はサブマリンケーブルマップというサイトで見ることができます。日本からの海底ケーブルはこのように敷設されています。日本は海に囲まれているので大量の海底ケーブルが接続されていますね。世界規模で見るとこのような海底ケーブルが接続されているようです。大陸間のケーブルになると長さは100万キロ以上になるそうです。インターネットができたのが1969年と言われますから、それからわずか55年くらいで地球中にケーブルが接続されたことになります。人間ってすごいですよね。それでは最後に復習をしましょう。 IT パスポート平成29年秋問い99。 PC やサーバー、通信機器、プリンターなどの間で通信を行う事例のうち、 WAN を使う必要があるものだけを全て挙げたものはどれか。正解は C、 東京本社内の LAN に接続されているファイルサーバーに大阪支社の PC からアクセスしファイルをダウンロードする。東京と大阪、地理的に離れているので WAN を使う必要があります。次の問題、 IT パスポート平成30年秋問い91。 WAN の説明として最も適切なものはどれか。正解は U、 通信事業者のネットワークサービスなどを利用して、本社と支社のような地理的に離れた支店間を結ぶネットワークのこと。こちらが1の説明です。それ以外にもあの選択肢、インターネットを利用した仮想的な私的ネットワークのこと。こちらは VPN のことを言っています。 VPN という言葉もわかるようにしておきましょう。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。2023年中にチャンネル登録者数5万人を目指して頑張っています。現在のペースでいくと2024年の1月13日に達成見込みです。達成かなり厳しくなっています。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンで応援していただけるととっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。